横綱力士碑は、富岡八幡宮に立つ大相撲関連の石碑である。写真中央が、横綱力士妃歴代の横綱力士と、強豪大関ライデンタメためモ門を検証している。十二代横綱、人幕九五郎が、発起人となって、明治三十三年に完成。縦三メートル五十センチ、厚さ一メートル、重さ二十トンの白三影石で、正面に、 宮幸寺康文の記号で、悲名、理面に、初代、明石志賀之助一行の横綱力士と、無類力士として、来年の名が並ぶ。綾川五郎次を二代目、丸山健太財門を三代目とする、現在一般的な歴代横綱表は、この石文に基づくもの。初代から三代までを国名したことは、人幕のミスであるとする後年の見解もある。 新横綱誕生の折の国名式は、太平洋戦争中の36代羽黒さん、政治から一時中断していたが、戦後になって40代当藤金一の昇進時に復活。しかし、間もなく国名式は再び行われなくなってしまい、再度復活したのは、平成10年9月30日の66代、若野花勝の昇進時だった。以降は現在まで、境内で、 横綱土俵入りを行ってから国名報告祭を行うことが恒例となった。ただし、71代閣流力サブローの国名報告祭では伝染病対策で土俵入りが中止となっている。裏面の国名欄は第45代若野花見騎士で埋まったため、両脇新たに福祉が2体建てられ、第46代朝牛尾太郎以降は向かって右側の福祉に刻印されている。 福碑は片面21名分刻印可能であり、表面は第66代若野葉の勝るまでの横綱名を刻印、裏面は第67代武蔵丸光弘から第72代木瀬の里広島での横綱名が刻印され、さらに第87代までの刻印のスペースがある。左側の福碑は完全に無記載で合わせて第129代まで刻印できる。 複数の力士が同時に昇進した場合、先に引退した者が先代になることになっている。このため同時に昇進した横綱は、そのもののどちらかが引退して代が確定するまで空欄にされる。47代、柏戸強史と48代、大砲後期はこの同時昇進であり、両者の現役中は代が確定せず空欄にされ、 その間に昇進した四十九代土地の海、明田吉美と五十代、佐田の山新松の名前が先に刻まれた。この石踏みでは、六十代総白露工事の名前が、ご記されている。富岡八幡宮にある、この石碑の他に、のみのすくね神社の境内には、歴代横綱の石踏みが立っている。歴代横綱の石踏みは、横綱力士とは異なり、存命中のものは、 主入りとなっている。のみのすくね神社にある、歴代横綱の石碑。のみのすくね神社にある、歴代横綱の石碑。ありがとうございます。